はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、だいぶ久しぶりに新しいコーヒーサーバーを買いましたんで開けていきたいと思います。はい、それはこちら、コーヒー工具から出ているコーヒーサーバー、割れにくいコーヒーサーバーでございます。これ商品名でございます。皆さん、僕がこの間紹介したこのコーヒー工具のワンドリッパーって覚えてますでしょうか。こちらですね、これ僕アウトドア用に欲しいって言って買ったんですけれども、まあやっぱりね、これ買ったってなればそりゃ合わせ買いでこれ買いたくなるよね実はね、一緒に買ってたんですよ。まあこのワンドリッパーの方は動画でも話した通り、屋外だけじゃなく屋内でもどこでも場所を選ばず使えるバナナドリッパーではあるんですが、僕のまあ使用用途とか目的としては、今後やっぱりキャンプとか屋外コーヒーとかをねすることを考えて、割れず洗いやすく使いやすいというお手軽なドリッパーとして買ったわけなんですね。でこれに合わせるものとしてこのサーバーを買いました。要はこれ樹脂製でございまして、確かポリエステル、違うな、飽和ポリエステル樹脂だったかなっていう素材で、割れないんですよ。で以前僕ほぼほぼ全く同じようなもんとして、これヤスキオ式のコーヒーサーバーアンブレイカブルっていうね、これも飽和ポリエステル樹脂でできた、割れないコーヒーサーバー紹介したんですねだほぼほぼ一緒なんですけれども、まあやっぱりね、そこはさ、同じメーカーで揃えたい欲ってないですか、コーヒー好きの皆さんやっぱどうしてもコーヒー工具にはコーヒー工具かなと思って、でしかもやっぱりこれも長く使ってきて、やっぱ非常にいいもんだなっていうのはね、すごく信頼があるんで、やっぱコーヒー工具版も欲しいなということで買っちゃいました。でとりあえず開けていきますか。よいしょ、コーヒー工具、このシンプルな箱も好きですよ。で、お、出ましたね。よっ、おー、はい、こちらが全貌でございます。ちょっと中の紙外しましょうか。ん？ん？お、あ、ちょっと待って、お、だいぶ、お、生地が厚いというか、ちょっとアンブレイカブルと比較してみる。あー、なんかね、しっかり感が全然違うな。まあ形もね、フォルムも全然違うんだけれども、あとは厚くしたからなのかわからんけど、これ見てわかりますかね、微妙にこっちの方がブルーグリーンというか色がついてますね。ヤスキオしかね、ほぼほぼ透明で、底の方が丸いんで、ちょっとこれ滑りやすかったんですけれども、こっちはあ、かなりしっかりしてますね。重さもね、やっぱりコーヒー工具の方が断然重いわ。しっかりしてる感がある。でこっちは軽量って感じ。まあこれは好みかな、正直。まあコーヒーサーバーって言われて、まあぽいのはこっちだとは思います。うん。なんか透明だしね、コーヒーの色が綺麗に見えそう。だけど、まあ、こっちもね、こっちで、なんか新しい感じがして嫌いじゃない。で、さらにここ見てください。メモリがね、100から始まってます。これね、割と貴重なんですよ。コーヒーサーバーって結構150とか200から始まることも多くて、やっぱり、ね、こういう細かいところまでね、ちゃんとメモリを打ってくるのはすごい嬉しいんですよね。はい、蓋をつけると、こんな感じ。うん。だいぶフォルム全体ぽってりとしていて、可愛い感じですね。ちょっとドリッパー乗せてみよう。よ、おー、あ、オッケーオッケー、ぴったりはまりますね。うん、なるほど。あ、底の方がね、特にやっぱ分厚いね、しっかりしてる。やっぱり屋外コーヒーって不安定だったりすることが多いじゃないですか。要は草むらの上にテーブル置いて、その上にサーバーとドリッパー乗せて入れるみたいな、結構グラグラすることあるし、風が強い時とか飛んできそうで怖いからさそういう場合にしっかりとした、底があって立ってくれて、割れにくくて、である程度の重さがあるというこのサーバーね、非常にいいと思います。安心感があるというかね。さっき話したヤスキオ式のこのアンブレイカブルは軽量だから、風吹いたら飛んできそう、こけそうな気もするんですよね。だ、要はこっちホテル用、出張用みたいな、こっち屋外用みたいななんか計らずもいい感じの使いできそうやなだ、こういう感じで選んだらいいんじゃないかなって思いました。で今日はですね、ちょっとそれだけではなくてですね、このコーヒー工具の、ペーパーフィルターケースもおまけで買っちゃいました。これもね、次に開けていきたいと思います。よっ、すと、おーおーおー、いいねいいね。ちょっとパッと見ね、革製っぽいけど、これ合成革というかポリウレタンでできているからトゥルトゥルしてるし、扱いやすそうではある。まあちょっと育てていくね、楽しみがあんまりない感じはあるけれども、清潔感があって非常にいいですね。で開けると、はい、こんな感じ。ちょっと狭めではあるけれども、ここに、きっちりにペーパーが入るようになってますね。で蓋を閉じて、パチッと、うん、簡単、
なかなかいいんじゃないでしょうか。まあ気持ちね、サイズが大きいような気がしないでもないけれど、まあサイズ違い出してくれたらより嬉しいと思います。で、あと材質がかなり気に入りました。要は布製の製品がこういうのって多いんですよ。紙を布に入れて、さらにそれをバッグに入れて移動するってなると、それちょっと折れそうで怖いし、これの場合だったら、ね、ある程度守ってくれそうだからいいなってちょっと個人的には思いました。はい、まあ、というわけで今日はね、せっかくなんでこのコーヒー工具のアウトドア用ではないけれども、ま、僕がそれ用として買ったね、この3つを使って、せっかくなんでね、インドアですがアウトドア気分でコーヒーを入れていきたいと思います。はい、すいません、早速ですがハリオです。あのコーヒー工具だけで行こうと思ったんですが、さすがに無理でございまして、まあ、ミルが出たらね、また買おうかとも思うんですが、とりあえず今日はハリオで、ね、行かせていただきたいと思います。ちなみに今日の豆は堀口コーヒーのブレンド5番でございます。どうしましょう。あの涼しくなってきたから手引きでもいいんですけど、やっぱちょっと楽していいですか。やっぱいけませんね。一回楽をしてしまうとね、まあ、もちろん手引きもめっちゃ楽しいんですけれども、まあそれはアウトドアにとっときますか。ちょっと今日はこれでやらせていただきます。よし、はい、それではだいぶ久しぶりにドリップスタンドなしでやらせていただこうと思います。まあ、こういう時にね、こういう細かいメモリがあるとありがたいんですよね。じゃあ早速ここから1枚出しまして、さあ、ポットはだいぶ久しぶりの登場でございます。こちらコーヒー工具の2ドリップポットプロでございます。この間1ドリッパーの時は完全に忘れてね、同ポット使っちゃったんで、これもめちゃめちゃいいポットやから、せっかくですが使わないと。はい、オッケー。じゃあ90度で行かせていただきます。うん、ま、気分は完全アウトドアでございます。いい香り。いや、これ外でやったらうまいやろうな。で、このサーバーの青みにも結構慣れてきましたね。むしろなんかこう空色って感じで綺麗やな。こう光に透かしたい感じですね。こうやっぱ外持ってきたいわ。もちろん中でもね、全然使えるんですけれども、いい香り。いや、ほぼほぼコーヒー工具ですからね、全部。まあ、他にもグッズ出てるからちょこちょこ集めていこうとは思っているんですが、これもいいね。いや、ほんと全体のプロダクトね、いい出来ですよ。素晴らしいクオリティ、いいコーヒーが入る、いい時間が持てる。ほんとこのドリップオートの安定度すごいんだよな。よし、ではそろそろ下ろします。よし、回収。はい、というわけでこちらコーヒー工具のサーバー、割れにくいサーバーを使って、っていうか、まあ、ワンドリッパーも、2ドリッポットプロも、まあ、いろいろね、コーヒー工具の器具を使って入れたコーヒーでございます。すいません。あの、今頑張ってアウトドアっぽいカップ探したんですけど、これしかなかったです。そう、今思うとあんまり外湯カップって持ってないんですよね。これからまあ揃えていきたいと思うんですが、とりあえずこれ昔ね、コーヒー糸屋さんで買ったやつ、まあ、コーヒーを始めたばかりの頃に、ね、買ったカップなんですけれども、これで今日はアウトドアコーヒー、まあ、インドアですけれども、気分だけいただきたいと思います。よし、オッケー。はい、それではいただきます。ただこのカップね、ちょっと一つだけ欠点がありまして、熱いんですよ、飲み口が。あの、アウトドアっぽくてステンレスでめっちゃかっこいいんですけれども、一つだけね、欠点で飲み口が熱いと何度も火傷してるんでね。ちょっと慎重に行かせていただきます。まあ外にね、持ってくってなると、どうしてもさっき話した紙コップとか、まあこれになると思うんで、まあ予行演習としてね。
いい香りや。これ外で感じたいな。いやてかそもそもさ、こんだけ長年コーヒーの動画やってて、アウトドア系の動画がほとんど一本もないって、むしろ快挙じゃね。むしろすごくない？だその分ね、本当にこれを持ってアウトドア行った時には、まあ感動がね、その分すごいとは思うんですけれども、まあ今日はとりあえずそれを楽しみに、予行演習として、そろそろまあ冷めたと思うんで、じゃあいただきます。大丈夫だね。うん。あ、どっちから話そうかな。とりあえずまずコーヒーは美味しいです。めちゃめちゃ美味しいです。このワンドリッパーを、まあ、前よりうまく使えるようになった気がします。そして、やっぱ道具の差ですね。まずこいつコーヒー工具の、新しいね、割れにくいサーバー、これ一つ違うだけでやっぱ入れてる時の気分違ったし、トータルのこうやっぱ自分の高まりというかね、アドレナリンというか、すごい良かった。これ一つ違うだけでコーヒー一味違います。そしてカップ、今日はカップの話じゃないんですけれども、やっぱ飲み口一つ違うだけで、やっぱアウトドア行くとさ、そういうの出るじゃないですか、飲み口が違うって。これだけでもう気分が全然違う。ちょっと大げさかもしれないけど、普段と違うことをやっている非日常感っていうか、新しい感動っていうか、そういう小さいところからコーヒーって美味しく楽しくなっていくと思うんで、そのきっかけをくれたね、新しい器具、非常に良かった。だこれを軸にね、今後僕のコーヒー、アウトドアコーヒースタイル、積み上げていきたいと思いますね。皆さんもぜひぜひね、よかったら使ってみてください。で、このサーバー自体もね、すごく前評判通り、丈夫で、落としても、はい、しっかり割れずにね、形保ってくれております。非常にいいサーバーだなと思いました。まあ丈夫なねサーバー欲しい方はぜひぜひ概要欄からチェックしてみてください。はい、というわけで、今日のカズマックスの、コーヒーワールド、新しいサーバー、コーヒー工具の割れにくいサーバーのご紹介でございました。ちなみにね、僕ネーミングセンスにちょっと惹かれました。割れないサーバーじゃなくて割れにくいサーバーって、なんというか思い切りがいいなというか、確かに無理やりね、こうガーン叩いてすごい圧力かけて割ろうとすれば割れるとは思うし、そこね、いい潔いなと思って、そこもね惹かれたポイントではありました。まあ皆さんももしよかったらチェックしてみてください。はい、というわけでじゃあまた次回お会いしましょう。じゃあね。